この前のテスト全然うまくできなかったな。返される時に点数を発表されたりしなきゃいいけど。ってこれ俺のテスト？ブラックチャンネル。サトシくん、また0点だったの？俺よりバカなんて、サトシはバカ中のバカだな。この時は調子が悪くて。くそー、なんでこんな目に。それはサトシくんが悪いからざます。ハラス先生、俺のテスト張り出すのやめてよ。ダメざます、0点なんて取るからいけないざます。もっと高い点を取れば全然恥ずかしくないざます。そんなこと言われたって。とにかくその恥ずかしさが君を成長させるざます。嫌なら文句言う前にとっとと勉強するざます。ああ、バカの子の相手は疲れるざます。ちくしょう、0点だから言い返せない。たたた、今回もなかなか鬼やばな目にあってますね。ブラック、ブラックも俺がかわいそうだって思うよね。かわいそうというよりは面白いですね。もっとその表情撮影させてください。うそー、ブラックにまでバカにされた。今に見てろよ。今度は一生懸命勉強したぞ。これならきっと10点、いや20点は取れてるはずだ。志が低いですね。0点じゃなきゃいいんだよ。結果はって、今度は俺の写真。サトシくんたら廊下に立たされてる。この時確か居眠りしてたんだよな。それは勉強したせいで眠くって。みんなこんなダメな生徒にならないようにちゃんと勉強するざます。ハラス先生、こんな写真勝手に撮って貼り出すなんてひどいよ。授業中に居眠りして罰を受ける方が悪いざます。こんなのプライバシーの侵害だ。剥がしてよ。ダメざます。どうしてダメな見本として貼り出してあげれば、みんながこれを見て自分はこうならないようにしようって思うざます。最高の反面教師ざます。そんな、あー、すっきりしたざます。みんなも私も笑顔になれて最高ざます。ひどすぎるよ。悪魔の掲示板。俺が転んだ写真とか一発ギャグで滑った時の写真まで廊下の掲示板に貼り出すなんて、みんなにバカにされるし、もう学校行きたくないよ。かかか、それでは逆にもっとたくさんの人に見てもらったらどうです？どういうこと？学校という狭いコミュニティの中で笑われるから恥ずかしいんです。いっそ全世界の人に見て笑ってもらえば恥ずかしくないかもしれませんよ。いや、どういう理屈？これはデビルツール、全国配信シールです。これを壁に貼れば、その周囲に貼られたものを全世界に配信してくれるようになります。いや、俺の恥ずかしい姿が全世界に配信されるなんて絶対嫌なんだけど。きっと人気が出ますよ。本当かな。どうせこのままでも恥ずかしいんです。やっちゃった方がお得ですよ。わかったよ、もうどうにでもなれ。それではこちらにサインよ。ディール。全世界掲示板。くっ、今度はサトシが授業中鼻をほじりながらあくびしてる姿を貼り出してやるざます。真面目に授業を受けていない罰ざます。ん？何ざます、これは。すげえ、この写真閲覧数100万回超えてるぜ。私もこれ好き、めちゃくちゃ面白いよね。閲覧数？確かに数字が。どういうことざます？先生知らないの？この掲示板世界中に配信されてるんだよ。世界中に？それでサトシのアホな姿が受けて人気者になっててさ、今頃テレビの取材を受けてんじゃないかな。テレビ取材？くねねねねね、こんな我が校の恥公開しちゃダメざます。剥がれない、この。何あれ、ばっかで。あんなくだらない写真で人気になるなんて許さないざます。ずるいざます。誰のおかげで人気になったと。そうざます、サトシごときが人気になるなら私の出してる動画だって人気になるはずざます。こうしてこうして
できたざます。私の歌ってみた動画の URL を載せた宣伝広告ざます。これをこの掲示板に貼れば世界中がアクセスして私も人気者になるざます。私は天才ざます。おかしいざます。あれから私の動画にひどいコメントばかりつくざます。きっとサトシたちがあの掲示板に変なことでも書いて。これは？うわ、見てこれ。ハラスのやつ、生徒が落とした小銭拾って猫ババしてんのかよ。最低、泥棒じゃん。誰がこんなの貼ったざます。名誉毀損で訴えるざます。カカカ。どうやら自分が晒されるのは嫌みたいですね。ブラック、さてはお前がこの写真を貼り出したざますね。いえいえ、とんでもありません。この掲示板、デビルツールの効果で一度貼られた人の悪事や失敗を勝手に貼り出すようになっているんです。何？でもおかしいざます。それならサトシが人気出るはず。サトシ君も勝手に貼られていますよ。ですが失敗ばかりでも悪事はしていないので、みんなが笑ってくれて人気が出ているんですよ。じいじい、あなたは正当に評価されているだけですね。汚い大人として。そんな。じゃあ私は一生このまま晒され続けるざます。そんなの耐えられないざます。お願いざます、解除してほしいざます。この掲示板の効果を止めることは俺ちゃんには無理ですね。何せ契約したのはサトシ君なので。それじゃあどうすれば。何何、どうかしたの？サトシ君、サトシ君、何かしてほしいことはないざます。いや突然何？キモいんだけど。サトシ君、いやサトシ様、犬と呼んでほしいざます。どんな趣味？何でも言うこと聞くから許してほしいざます。恥の上塗り。サトシ様、今日の宿題終わってるざます。まだなら私にお任せするざます。いやいいって、俺がズルしたら全世界にさらされちゃうし。そんなこと言わずに頼ってほしいざます。何でもするざますよ。だからこれ以上私の恥を世界に広めないでほしいざます。わかったからついてこないで。サトシ様、たかか。すでにその哀れな姿は嫌というほど全世界に配信されて周知の事実ですけどね。じいじじい。おや、そういえばそろそろ契約の期限である1週間が経つ頃ですね。別にサトシ君に媚びなくてもシールの効果が勝手になくなったなんて知ったらどんな顔するのか楽しみですね。じいじ。無駄な努力をしてたと知った時の絶望の表情、きっと素敵な絵が撮れますよ。じいじいじじい。ええ、俺ちゃん悪魔ですから。コロコロコミック4月号ついに発売です。今回のブラックチャンネルは大長編50ページ。なんと俺ちゃんが幼虫バチェラーに。とんでもない鬼ヤバ企画がまた始まっちゃいます。さらに最新マル秘情報もぜひお手に取って確かめてくださいね。 This is エンターテイメント。じいじじい。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。